重要ですよね。身長を伸ばす方法、最終予測をどうやってやっていくかというのは皆さんと共有させていただきたいと思います。仮なんですけど、男性ホルモンが今の時点で結構なボリューム感が出てれば、これはですね、もう間違いなくこっち側に行くってことになります。身長ビヨン。さて、本日お話しさせていただくのは11歳身長伸ばす方法ということですね。12歳13歳14歳とね、モニターさんの方を発表していきました。今日はですね、11歳の男性の方のですね、モニターさんの内容ね、皆さんと共有させていただいて、11歳の身長伸ばす方法、最終予測をどうやってやっていくかというのは皆さんと共有させていただきたいと思います。のでぜひね、11歳の方、もしくは11歳のお子さんをね、もちろんお父さんもお母さんもね、ぜひ最後までご覧いただいて、身長伸ばすのに、ね、役立ててください。それではモニターさんのデータの方を見ていきましょう。はい、それではですね、11歳と11ヶ月の方を持ってですね、11歳の身長伸ばす方法の方をね、説明させていただきたいと思います。それではですね、最終身長をですね、一緒に予測していきましょう。最終身長をですね、予測するときはですね、慣れてる方も多いと思います。まずはですね、現在の身長、2番目が過去の身長、3番目が骨のレントゲン、4番目が思春期症状、5番目がご両親の身長とですね、こちらの5個の項目を総合してですね、これぐらいの、ね、身長になるでしょうということをいつもお伝えしているわけですので、このようにさせていただきたいと思います。今回のお子様に関して言うと、11歳と11ヶ月 152.8cm ということになりますので、平均的に、ね、身長伸びていったらどうなるかってところになります。今回もこちらの成長シートの方を使っていきたいと思います。成長シートはですね、無料で LINE の方で配布しておりますので、欲しい方は公式 LINE の方に成長シート希望というふうに送ってください。今回は11歳と11ヶ月、11歳身長伸ばす方法というふうにお話ししているんですけども、実際ね、今回ちょっと12歳近いところで、ここはちょっとね、お許しください。 152.8cm ですので、まあここの間のここにいらっしゃるわけですね。仮に平均的に身長伸びていくと 173.6 とか 174.5、 こういった数値に向かっていくという表現になります。この表はですね、日本人の平均的な身長伸びをですね、表にしたものになりますので、真下に降りていくというのが平均的な身長伸び方、それに対して右側に行くのが、私の方でね、よく盤軸という表現使いますけども、後々伸びていく、こっち側に行くタイプはどちらかというと総軸という表現になりますので、どちら側に行くタイプなのかというので、2番目以降に検討していくような形になります。それですね、まず最初の項目としては、現在11歳11ヶ月 152.8cm であれば 173.6、 174.5 のペースになってくるわけになります。ただし平均的という表現になりますので、当然ね、個人差があるわけですから、どれくらい個人差が出てくるかと、2番目以降で予想していくという形になります。2番目とですね、今日の身長に対して昔の身長どうだったか検討していきたいと思います。で、昔の身長が3歳から腹筋までですね、かなり細かくデータいただいております。6歳0ヶ月 116.0cm、 7歳0ヶ月 121.3cm、 8歳0ヶ月 129.9cm、 9歳0ヶ月 136.9cm、 10歳0ヶ月 143.6cm、 11歳0ヶ月 148.3cm、 そんなね、形で身長が伸びてるわけになります。そちらの方ですね、先ほど同様に成長シートの方にこうやってプロットしております。こうやって見させていただくと、まずはですね、3歳から7歳ぐらいまでの時はこういったところにいらっしゃったような形になりますので、0、ここは平均 171cm になるペースですので、それよりもね、少し大きめのところで成長していただいて、それに対してここで伸びてきていて、ここでトップをついてグッと落ちてきているってところになります。それで、ね、このトップをついている時期、いつか見てみましょう。だいたい9歳から10歳ぐらいってところですね。かなりですね、早熟傾向なんじゃないかというふうな心配をするわけですね。仮に単純なグラフを想定すれば、こういうようなグラフが成り立ってくるって感じで、ここの角度とここの角度が比較的類似することが多くて、降りてくるときは比較的直線的に降りてくるというのが早熟のグラフになるわけになります。ただし、もし仮にこれが成り立つとすれば、めちゃくちゃ身長が低くなるタイプになります。果たして本当なのかなってところを私としては疑問に思いました。仮にですけど、早熟の過程がですね、正しいとすればなんですけども、160と向かうわけになります。ただし、その思春期が限りなく早く始まっているパターンだと、そういったこともなくはないというところで、右側に行く様子が、思春期に伴うものであれば、最終身長低くなる可能性があるということで、非常に注意が必要だ、そういったような印象を受けるわけになります。ということで、さっき2番目とかですね、非常に早熟傾向が強くてですね、ここが低くなることが予測されるわけですけども、正しいのかなと思いながら見ているような印象になります。正しいのかなという印象に関して言うと、計測の記録が単純に違っただけかもしれないですし、いろんなことが想定されるわけになります。3番目以降で、本当にそれがね、正しい方向なのかどうかというのを検討していきます。3番目、骨のレントゲンとかですね、私の方で判定させていただく、12歳と2ヶ月程度ということで、実年齢とですね、まあ、3ヶ月程度しか変わらないということで、先ほどの早熟論に対して非常にですね、矛盾を生じているような印象になっていきます。それに対してなんですけども、パソコンの方で読み込むと 13.69 歳、 13.80 歳ということで、実年齢よりも、ね、1年以上早熟でありですね、ここからはですね、かなり早熟傾向が強いということに対して矛盾が生じませんので、今回に関しては私の目視よりもパソコンで読み込んだ方が実際の骨年齢をよく反映しているという表現ができるかもしれません。ということです。ここはですね、 13.6 とか13歳9ヶ月、こういったところも可能性はあるというところですね。やはりですね、 173.6 から 174.5 というよりもかなり低くなることが予測されるということが 1,2,3 で推定される形になります。そして4番目とですね、今回は少しです、ね、
ですね、浮き毛の方がね生えてきてるのかなっていうところで、ここも少しあやふやです。産毛の様子でもあるんですけども、非常に注意が必要だ、そのような表現になってきます。ということで、ここがですね、さらに早熟傾向かなというふうに疑うわけですので、回収身長に関して言うと慎重に見ていく必要があるということだしになります。回収身長を予測する5番目の項目ということで、ご両親の身長から計測するということですね。で、今回お父様の身長が170センチで、お母様の身長154センチですので、これプラス13割る2イコール 168.5 ってところになりますので、ここ注意が必要なんですけども、最後にですね、割る2をした後にプラス2するようなパターンのものが散見されます。それに関して言うと基本的には間違いだと思ってください。それですね、フォード経済成長の時ってプラス2センチ最後押してたんですけど、現状はほとんど世代間には差がないですので、プラス2センチはしてはいけません。こういうふうに見てみると、最近ですね形成されてたようなデータは遺伝的に見てもやはり少しオーバーパフォームという表現になってきますので、そうするとどこかで辻褄を合わせるような動きが出てくる、つまり相乗傾向であるということがですね、矛盾がないように生じるわけになりますので、やはりねここからこっち側に向かうということが妥当性が比較的高いというふうな表現になってきます。それに対して一番厳しく見てみましょうか。骨年齢が13歳9ヶ月という説です。そのまま使用してみると、13歳と9ヶ月 152.8 センチのお子様を仮にですねいらっしゃるというふうに仮定してみてみると、ここですね、こっち間違いですね、こういったようなところに向かっているというふうにも考えられるわけになります。ということで、この時点ですと 164.5 から169.8 というのが今回の予測になってくるわけになります。つまりはこういったような形成をするのか、こういったような形成をするのか、こういったような感じでしょうというのが採血を見ない状態での予測になってきます。それでですね、この子、採血の前にですねレントゲンの方を、ね、一緒に見ていきましょう。まずはですね、骨の年齢とかですね骨端性を評価するときに手のレントゲンを持って評価するわけなんですけど、なぜ手のレントゲンを用いるといいかと説明していきたいと思います。手をですねご覧いただいたとですね、1枚撮影するだけで非常に多くの骨をですね見ることができるわけですので、例えばですけどここだけしか映らないとくると、この骨とこの骨だけしか評価しないわけですからですね、非常に誤差が生まれやすいわけですね。それに対してたくさんの骨をですね一度に評価できるため誤差が生じにくい、もしくはスケーリングしやすいということですね。ただ実際どういうふうに評価しているか少しお見せしたいと思います。例えば頭骨という骨ですね、この骨は非常に重要な骨になっています。この端っこの部分ちょっと見てみましょう。こうやって見てみると、ここをぐーっとここに一つの線、そして奥側にもぐーっと一つの線ということで、ここが一重二重という表現なんですけど、こういった二重になってくると骨の成長がしてきているというのはよくわかりますので、そういったところを我々は見るわけになります。それに対してですけども、尺骨の方、こちらの方に関して言うと、ここもこう重なりが出てくる。重なりが出てくるってどういう意味かっていうと、骨が立体構造化してきたっていう意味になります。骨はですね、もともとは点みたいな存在がですね形を帯びていくわけですね。まるでですね受精卵がですね人間の形を取っていくように、どんどん立体構造化していくというのは成長の過程だと定番中の定番になるわけなんですけども、そういったのが骨一個一個で減少と生きるわけになる。それで見るとこういうふうにですね多重構造になっていく。さらにこういったところですね、こういったのも成長がしてきているというふうになります。それに対してこういうふうにですね隙間が空いている、こちらもこのようにぐーっと隙間が空いている、これが骨端性という表現になりますので、成長もちろんしているんですけども、隙間を残っていて十分に身長伸びる、そういう風にして評価していくわけになります。例えばこの骨なんかを評価する場合はですけども、こちら側の骨が1センチなのに対して 1.15 センチで下側の骨の方が大きいわけですね。こういったのも成長の過程において非常に重要になります。その比率を見て骨年齢というのを判定していきます。ということで、今回は骨年齢を私の方で目視でやると12歳2ヶ月、ただしパソコンの方で、ね、読み込むと13歳の後半ということで早熟を疑ったわけになります。それでは、ね、ここから採血の方の項目に移りたいと思います。はい、ということで、ね、今度は、ね、採血の方のお話をさせてください。採血に関して言うと、このお子さんはです、ね、非常に重要になるわけです。なぜかといえば、内容が、ね、難しすぎて複雑な症例だということにもなります。具体的に言うと、こういう風に凸を形成したわけなんですけども、凸を形成した理由というのは非常に大事になります。一番考えられるのはこういったところで男性ホルモンを検出することによって大きく右側にシフトして、ある程度検出が終わったかを減少していくというのがよくありますので、仮なんですけど男性ホルモンが今の時点で結構なボリューム感が出てれば、これはですね間違いなくこっち側に行くってことになります。それに対してなんですけども、全く男性ホルモンが検出していない場合は、このカーブがどうして形成されたのかというのが説明がつかなくなるわけですね。そういう風に説明がつかない場合ですね、特発性とか体質性という表現ですね。そうすると今回採血用で男性ホルモン検出しなければ、普通に真下に行くような可能性だったりだとか、もしくは右側に行く可能性だってゼロではないというような形になります。ただこういう風に矛盾する場合ですと、どちらかというと平均的っていうところが予測としては正しくなってくるわけなんですけども、今回ね少し複雑な印象になってきます。ということで、まあ、答え合わせをしてみましょうということで、男性ホルモンは 0.03 検出してないんですね。非常にね最終身長予測は難しい。ただし1回検査しただけでたまたま検出してないパターンもありますので、今後かなり注意
深く見ていく必要がありますね。こういった方ですと定期的に採血をしていって男性ホルモンが今後検出してないかを見ていくことをお勧めしています。でいつもお伝えしている ALP 骨の代謝を表します。簡単に言うと高い方がいいというふうにご理解ください。それが440ということです。結構ピーク値に近いような値を示しているわけなんですね。なので今後もこれが減少していくような方向であればやはりこっち側に行くということになりますし、今から500、600というふうに凸を打っていくのであれば真下に降りていくということも考えるわけですね。そこら辺も厳密に見ていくといいでしょう。それでこの子の、ね、他の栄養状態なども少し見てみましょう。亜鉛の方に関しては81、基準値が80か130ですので下限値ギリギリという評価もできると思います。理想を言えば、ね、100以上にキープしていくようなところでしょう。ビタミン D 21.6、 20以下だと欠乏になります。私の方で40から60ぐらいを、ね、目安に補充していますので、そういったところに持っていくとよりいいでしょうという評価だと思います。鉄の方が28ということで17か321が、ね、基準値になりますけども、まあ、やや低めの方に位置していますので少し改善していくといいでしょうと。鉄の方に関してはちょっと細かい話今日させてください。 TIBC っていう単語があります。こちらですね、総鉄結合能というのが、ね、名前なんですけども、鉄欠乏性貧血の場合などで高くなっちゃうわけですね。ですので高いと潜在的にもしくは相対的に欠乏してるって評価が、ね、できるわけなんですけども、今回に関して言うとコンソナ値が398ということで基準値が239から367ということで、鉄がですね補充されてるかどうかっていうのはさっきお伝えしたフェリチンってあたりでもいいんですけども、そこではそんなに欠乏してない、ただどちらかと低い方でしょうという評価ですけども、 TIBC に関して言うと上昇してしまってて、やはりです、ね、相対的には欠乏って評価だと思います。それに対してヘモグロビンってあたりですね、貧血の具体的な値ですね、そちらの方は 14.3 というところで、大人の基準値が 13.6 から 18.3 ですね。全く欠乏しているという評価ではないんですけど、まあ、相対的に欠乏してこういったところも少し改善してあげるとより身長伸ばすには有利な状態を作ってあげることができる、そういったような評価になってきますので、ね、実際伸ばすときはこういったところで一緒に改善していきましょう。今回 ねちょっとね難しかったと思いますけども、11歳のモニターこの方だけだったので紹介させていただきました。よくあるタイプの11歳のモニターさんの内容もお伝えしていきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録していただいてお待ちください。それではまた、身長ビヨーン、バイバーイ。